海洋法に関する国際連合条約は、海洋法に関する包括的、一般的な秩序の確立を目指して1982年4月30日に第3次国連海洋法会議にて採択され、同年12月10日に署名開放、1994年11月16日に発効した条約である。通称、略称は国連海洋法条約、UNCLOS。17部320条の本文と9つの付属書で構成されている。2019年4月末、現在168の国、地域と欧州連合が批准している。世界の対応に面した主な非締結国としてアメリカ合衆国、トルコ、ペルー、ベネズエラがある。ただし、深海底に関する規定以外の大部分の規定が慣習国際法化しているため、アメリカなどの非締約国も事実上海洋法条約に従っている。国際海洋法において最も普遍的、包括的な条約であり、基本条約であるため、別名、海の憲法とも呼ばれる。領海及び接続水域、国際海峡、群島水域、排他的経済水域、大陸法、公海、島、閉鎖海及び半閉鎖海。内陸国の海洋への出入りの権利、深海底、海洋環境保護、保全、海洋科学調査、海洋科学技術、国際海洋法裁判所が設置などといった国際紛争の解決という海洋法に関する包括的な制度を規定する。1982年4月30日にジャマイカのモンテゴベイにおいて第3次国際連合海洋法会議で採択された。条約で1994年11月16日に発効した。第1次国連海洋法会議で採択された領海条約、大陸法条約、公海条約、公海生物資源保存条約の4つの条約、いわゆるジュネーブ海洋法4条約の内容を発展させたものである。条約採択当時から深海底について規定した条約第11部に対して先進国の不満が根強く、採択から12年後の1994年に条約第11部の内容を実質的に修正する国連海洋法条約第11部実施協定が採択されて、ようやく本条約は発効した。条約本文は前文と17の部によって構成されている。各部、各条には、表題が付けられており、第1部、序、第2部、領海及び、接続水域、第3部、国際航行に使用されている、海峡、第4部、群島国、第5部、排他的経済水域、第6部、大陸法、第7部、公海、第8部、島の制度、第9部、閉鎖海または、半閉鎖海、第10部、内陸国の海への出入りの権利及び通過、第11部、深海底、第12部、海洋環境の保護及び保全、第13部、海洋の科学的調査、第14部、海洋技術の発展及び移転、第15部、紛争の解決、第16部、一般規定、第17部、最終規定となっている。基本的な海域の区分。第2部、領海及び、接続水域では、内水、領海、領海規制、領海の無害通行権、接続水域に関する規定が置かれている。第2部によると、内水とは、陸地側から見て、領海規制により、内側のすべての海域であって、群島水域を除くものであり、河川、湾、港、内海、湖もこれに該当する。自国の内水に対して国家は、領土と同程度に、排他的な権利を行使することができる。内水の外縁となる領海規制から外側に12海里までの水域を沿岸国は領海として設定できることとされ、内水の場合と違い領海においては沿岸国は他国に対して無害通行権を認めなければならない。接続水域に関する規定は通関上、財政上、出入国管理上または衛生上の規則への違反を防止するために、沿岸国が規制権を行使できるとした領海条約第24条を引き継いだものであるが、領海条約では、接続水域は領海規制から12海里までとされていたのに対し、国連海洋法条約においては、領海の範囲が12海里まで拡大されたことに伴い、接続水域を24海里にまで拡張できることとされた。ギリシャ領のコルフ島とアルバニア本土に挟まれたコルフ海峡。第3部では、国際航行に使用されている海峡として、国際海峡に関する制度を規律する。本部ではこれに該当する水域としてまず、公海または排他的経済水域の一部分と公海または排他的経済水域の他の部分との間にある国際航行に使用されている海峡を挙げ、この水域を航行する船舶は、その水域が他の国の領海内であったとしても通過通行権を享受することができる。この通過通行権は沿岸国にとっての無害性が条件とされていないという点で、領海における無害通行権よりも船舶の帰国にとって強力な権利と言える。同部ではさらに、公海または一の国の排他的経済水域の一部と他の国の領海との間にある海峡を挙げ、ここにおいては沿岸国は他国船舶の無害通行権を認めなければならない。ただしこの無害通行権は、沿岸国が航行を停止してはならないとされるなど領海における無害通行権と異なる点があるため、強化された無害通行権とも呼ばれる。濃い青で示した海域がフィリピンの群島水域。第4部に規定されるのは群島国である。群島国とは島の集団で構成される国家のことで、それらの島々が地理的、経済的、政治的、歴史的に周囲の水域と密接な関連を持つもののことであり、こうした水域のことを群島水域という。群島国は、群島の最も外側の島々を結ぶ線を群島基線として設定することができ、群島国の場合には、領海、接続水域、排他的経済水域、大陸法を設定することのできる幅をこの群島基線から算出する。この群島基線より、内側の海域であって内水を除くものが群島水域とされる。この群島水域は領海とほぼ同様の性質を持ち、群島国の主権が群島水域とその地下及びその上空に及ぶが、領海の場合と同じように群島国は他国の無害通行権を受認しなければならず、これに加えて他国船舶、航空機の群島航路帯通行権も受認しなければならない。群島国の群島国たる条件は、基線の内側の水域と陸地の面積の比が1対1から1対9の間であり、一つ直線基線の長さが100海里を超えず、全体の 3% は最長125海里までである。例えば、インドネシアやフィリピンなどがこれに当てはまる。ポルトガルの海域の海底は、同国の大陸法でその上部水域は、同国の排他的経済水域の海底は、同国の大陸法でその上部水域は公海。濃い青で示した部分が排他的経済水域ではない海。第5部は排他的経済水域である。排他的経済水域の制度は本条約によって新たに創設されたものであり、沿岸国は自国の領海に接続する水域で、領海基線から200海里までの水域を排他的経済水域として宣言することができる。排他的経済水域において、沿岸国は海底の上部水域並びに海底及びその下の天然資源の探査、開発、保存及び管理のために、主権的権利と排他的経済水域における経済的な目的で行われる探査及び開発のためのその他の活動に関する主権的権利を有する。ここでいう主権的権利とは、国家である以上主権に付随して認められる権利のことであるが、主権そのものとは異なる。つまり、排他的経済水域に対して国家が有する主権的権利とは、天然資源の探査、開発、保存、管理などといった経済的目的にのみ限定された権利のことであり、領域主権ほど排他的な権利ではない。そのため排他的経済水域における沿岸国の排他性は、その名称にもかかわらず極めて制限されたものとも言える。条約に定められた目的以外のための利用に関しては、基本的に公海としての地位を有し、外国船舶や外国航空機は他国の排他的経済水域において、上記のような排他的経済水域において認められる沿岸国の主権的権利を侵害しない限り航行、上空飛行の自由を有する。沿岸国には自国の排他的経済水域における生物資源の保存、最適利用促進の義務が課され、その水域における漁獲可能量と自国の漁獲能力を決定した上、余剰分については他国に漁獲を認めなければならない。第6部では大陸法について規定する。本条約が定義するところの大陸法とは、領海を越え領土の自然の延長をたどって、大陸沿辺部の外縁に至るまでか、または大陸沿辺部の外縁が領海基線から200海里の距離まで伸びていない場合には、基線から200海里の距離までの海底及びその地下とされる。前者の場合、つまり大陸沿辺部の外縁が領海基線から200海里以上に伸びている場合には、領海基線から350海里までか、または2500メートルの等深線から100メートルの距離を超えてはならない。この範囲を超える海底区域に関しては大陸法とは別の第11部。新海底の法制度が適用される。また大陸法の上部水域については、第5部、排他的経済水域の法制度か、または第7部、公海の法制度が適用される。沿岸国は、自国の大陸法を探査、開発するための主権的権利を有する。これは、天然資源の開発などの目的に限定された権利、という点で、排他的経済水域で述べた同水域に対する沿岸国の主権的権利と同質のものである。具体的には大陸法での海底電線、パイプラインの敷設権、大陸法における海洋構築物の建設、運用、利用許可、規制等の権利、大陸法の掘削の許可権や規制権であり、開発の対象となる大陸法の天然資源は、大陸法海底とその地下にある鉱物資源や定着性の生物資源である。第7部は公海である。公海とは内水、領海、群島水域、排他的経済水域を除いた海洋のすべての部分とされる。国家による領有を禁止される海域であると同時に他国の利益に妥当な考慮を払う限りすべての国が自由に使用することができるとする。具体的にこの自由には航行の自由、上空飛行の自由、漁獲の自由、海底電線、海底パイプライン敷設の自由、人工島など海洋構築物建設の自由、海洋科学調査の自由が含まれる。ただし漁獲の自由については、それに対して漁業資源保存のために必要な措置を自国民に対して取る義務や国家間の協力義務などといった生物資源保存に関する協力義務が置かれている。公海上の船舶は基本的に既国の管轄に服し、船舶内で行われた犯罪行為に対する強制措置は既国の国内法に基づいて行われるが、第110条は海賊、奴隷取引、海賊放送、無国籍船や船籍の偽装に対しては既国以外の国の軍艦による取り締まりを認めた。第8部は島の制度である。水に囲まれていて高潮時にも水面上にある自然に形成された陸地を島と定義する。島にも独自に領海、接続水域、排他的経済水域、大陸法が認められることとされたため、何をもって島とするのか、その定義を厳格かつ詳細に定めることを求める主張が強まった。本条約では、人工島は島としての地位を有さないとし、人間の居住または独自の経済的生活を維持することのできない岩に対しては、岩独自の排他的経済水域や大陸法を認めないとした。漁業や安全保障上の規則違反に対する規制権行使は含まれない。ありがとうございます。